アキナの飽きないチャンネル。よっ、パンパン、おめでとうございます。ありがとうございます。お豆、家で入ってね。行くで。行こう。どうぞ。そのキャンプで熱い。こうまた煙出てきたやんこれ。俺煙嫌やねん。これドライアイスだ。ほら、出た。これで行くんだよ。で、それ置きたい。肉焼くためにはな。もう焼きたいから。焼こう。ドライアイスだ。もういいとこさえな。オッケー。おすげえ。オッケーオッケーオッケー。いいね。あ、これやな。あ、すごい。肉持ってくるわ。肉持ってくる。肉持ってきて。うーわー。うまそう。めっちゃうまそう。ちょ、行く。あ、うまー。うまー。バチクソなの。ありがとうございます。え、お父さんいいんですか。ありがとうございます。肉食べる。お父さんお母さんお肉食べないですか。スイカ、すげえでっか。でもあんまり二人ともびっくりしなかったな。え、この日見て過去に見たことあったのかな。なんかお母さん、これ何、うなぎ、うなじゅ、ちょっと山田くん、ちょっと山田くん、違う、俺はほんまにもうこれいいからねって。じゃあなんで言うといてくれ。弁当用意しとこうかってすんのはあったんよ。でもほんまにマジで、うん、自分らで全部作ったりする。友達の家来てうな重食べてんねん。あんま口に合うかどうか分からない。いや、もうお母さんすいません、ね、いえいえ。あれ先生、なんか久しぶりっすね。そうやね、今お母さんが用意してくれてるね、うな重を。なんかね、こうやって母親の前で先生としてね、生きてるということをなんか初めてなのかもしれない。お母さん、じゃあちょっとここ動画に待っといてください。はい、お母さんよかった。僕と間にやっぱりサプライズのね、このうなぎは、本当に先生びっくりした。うん、うん、ありがとう。いえ、降りてきました。先生、ありがとう。あ、いいですね、タイトル。ボボンボンボンボボンボンボンボボンボンボン、うなぎなぎなぎ、うなぎなぎなぎ、こんなものは出てこないと思ってたのに、ふわふわぼよよよよん、家の奥からうなぎさん、母の手からうなぎさん、ナスやトマトやスイカさん、いろんなものが出てきたよ。うなぎなぎなぎ、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 恥ずかしい、うなぎなぎなぎ、なんかグってなる、なんか幸せ。ありがとう。いや先生、いや、なんか僕グってなりました。なんかお母さんの照れてる感じ、でもこう答えてあげようとしてくれるお母さん、はい、そして先生の感謝の思い、なんかほんまにちょっとびっくりしました、うん、いいよいいよって言ってたの、うん、そう、いやーよかった。匂い冷えてないけど、これ匂いちょっと行こうか。え、それはそれはそっか。
一曲なんか。いやいや、そんなもっと歌えない。なるほどなるほど。歌詞忘れてるから。先生、歌詞忘れてる。でもね、歌えへんよ、そんなの。一腕でも。それは初めが分からへん。あ、違う。全然、何でも。何でも、ほんまに。できた。歌い出しを調べてくれるのか。こんな光景。わからへん、わからへん。歌い出しがわからへんって。誰の歌？あの上の前にあの恵美子さんでもいいけども、初め。あ、その途中からいい。時の人。ああ、それも初めは初めがわからへん。今聞いてきたからね。あんまり。ちょっとまたこの後。それなんか予約あんねや。これ予約あった。オッケー。でこれナス。ヘタは切る？ヘタ切らない。切らない。ここから穴開けて、お尻から穴開けてブスッと刺すんですか。まあどこまで奥まで行かないんだけど、ある程度空気が逃げるようで抜いて、はい、まで、これで、うん、これほなもうちょい開けといた方がいいんか、奥ま で醤油かけて、早めに置くよ、うん、2個ぐらいいったら2個いこうか。ちょうどあの釘が今いい感じになってるわ、これはすごい。うまそう。あ、ほんまいけるいける。あ、こういうことか。熱っ。あ、こういうことや。こう裂いてやって、こうやって。何これ、うまそう。ここに醤油かけて。あれ、かかった今。ちょっと、ビビりすぎて。オッケー。あ、こういうことか。これ絶対うまいやん。ちょっと食べてみます。いただきます。あ、うまっ。これ、あ、うまっ。うまい、うまっ。うわー、もううまそう。うわー、すごいな。おナスってこんな甘かったっけ。あ、そう。いただきます。一番うまい食べ方や。あ、うまい。めっちゃうまない。溶ける溶ける溶けるよな。あ、うまい。これマシュマロ。そうね、もうご飯はいただいて、そうデザート最後。はい、もうここでいい。ちょっと持っていこうか外。じゃ、いけるこの状態で。これもうほぼ燃えてるでしょ。気持ちも変えて外で。あ、結構来てない。結構来てるで。え、うせやん。こっちは来てないねんけど。あ、こっちこんな燃えてたん。そうやねん。ここはね、いけるのよ。そこ熱い。ここいける。嘘。どこ行くの、どこ行くの。場所俺分からんからさ。キャプテン、じゃあ行って。すげえな、キャプテン。キャプテン、これ何してんの。ほら、熱いね。キャプテン、そこで熱いね。挟んで落としたら火あるから。おー、熱いね。どこでやんの。すんごいね、燃えてるよ。どこでやんの。熱いね。どこでやんの。熱いね、これ。怖いね。どこでやんの。じゃあどこでやんの。そっちね。どこに行きたいの。その実家で。熱いね、指にね、火の粉がね、どんどん落ちてるね。熱いよね。ね、トシちゃん、ね、熱いよね。ここどこでやりたいの。そこね。そこ行ける。そうね。熱いよね。今指の上でね、火の粉がね、消えてったよね。そんな通しちゃう。ゆっくり火傷だよね。熱い、危ない。オッケー。おー、いけんねや。どこでやりたい。ここ、ここ、うん、ここ、いい。うん、オッケー。いいんちゃう、いいんちゃう、いいんちゃう。熱いよね。危ない。モノマネ開花したん。注射がいいね。まさか2回目の、はい、このマシュマロができると思ってませんでした。同じ大きさなのかな。これは前回やったやつと同じ大きさです。なるほど、はい、ありがとう。キャプテンのええな、それ伸びるやつ。うわー、最高やな。このね、手を回さずともここで回すこともできるって分かったね、これは。それええなー。あー、うまめっちゃ燃えてる。いただきます。
久しぶりです。ご無沙汰してます。マシュマロさん、うまうま。何してるの、やめて。鳥さん、それ、なそれ何してんの。どっち西川さんのでしょ。僕左手。これ見てくれてる山源っていう後輩がやりたすぎて家のガスコンロでやってました。かわいいね。次は、次秋山さん何かありますか。まあ、俺も前も言ったけど、まあ、ピザ焼きたい。ああ、それいいね。手作りピザ、ピザ窯で。こういうこう、うん、ね、この木のやつもそうやし、やっぱこういうのいいね。めっちゃ僕は状況とかほんまにそんなも関係なく言えば、うん、まあ、たくさんあるんですけれども、あれ何日前だ、昔それこそ堀内さんとバイト先一緒やったんですよ僕。当時そこで、調理場にいたお兄さんがもうすぐ結婚して嫁さんの旅館を継ぐんですっつって、うん、結婚することによって、うん、嫁さん側の旅館を継ぐんです言うて結婚されて、うん、お店辞められた方いたんですけど、その方、どこ、宮古島じゃないわ、石垣、種子島おうおうで民宿やってはんのよ、うん、でいつもそのインスタでしか見てないんですけど、うん、海がもうすごい綺麗。種子島やったら幸せを配達する気候の先生って知ってますけど、幸せを運ぶ、毎朝フェリー乗り場で幸せを届けてる、はい、ダイモン三郎って知ってるわ。あれダイモン、それ種子島や、種子島でしたっけ、た、石垣、え、石垣やった、あれ種子島や。いやでも会えるんなら会いたい人やもん。もう一回めっちゃ近いとこじゃあ行ってたんや、まあ、その人にも会えるし、会えるし大門先生にもまた会えるってことやん。先生やっぱ火好きですか。いや、そ、先生ってなんやねん。先生ってなんやねん。サングラス越しで見る日もいいね。あ、そうですか。いい。え、これ先生初めてですか。先生初めてよ、こういうの、うん、この前のバーベキュー的なあれも初めてだったんですか。ああいうのも初めて。グランピング、うん、楽しかった。あの前回のグランピングもね、はい、で今回はこの山田君の実家、これ、そうですね、はい、いいとこ住んでるやん。すみません、ありがとうございます。今日じゃ、いいとこよこれ。ありがとうございます。なかなかないこんなお庭で。いえいえ、まあ、家と家の間っていうだけですけど、最初これ最初に火つけたとこ、何この仕事場ですね。仕事場、はい、広いね、はい、降りてきました。早いですね、すごいですね。なるほど、やっぱパンって思いつくんや。初めて見た日。ああ、おーみ八万万ここに来たよ、おーみ八万。山名くんのお父さんお母さん優しくしてくれた、おーみ八万に来て犬小屋作った、お豆に気に入ってもらえるかわからないけど、一人一人が力を合わせて協力してやった。疲れた体でお肉食べて最後はマシュマロ。新しい日見たよ、新しい日を見たよ、こんな日は初めて、今日みたいな日も初めて。次はどこに行くの、おそらく種が島。ピザ作りもどうかな、種が島に行くの、ピザ作りはその後。
でもどこにでも行きたい、だって6人がいるから、もうすぐこの日が終わる、寂しいな、寂しい気持ちはグッとこらえて次につなげる、次の集合場所とお時間をまた LINE くださいね、それまでゆっくり体を休めておくね、今日は一日みんなお疲れ様でした、お豆7人目メンバーに追加、本当にお父さんお母さんにありがとうって言っててね、また次は6人揃って、もしくは7人で楽しみにしてるわ。マリです。いや、すごいですね、ほんまに。マリです。長尺やな。先生、あの昼間もね、言うてくれてあったんですけど、近江八幡、近江八幡。東近江市なんですよ。あ、東近江市なんだ。これだけなんですよ、一応。本当にのどかでいいところ。四苦八苦しながら揺れる。アキラの商いチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生はグッドボタンが大好きだから星の数だけ押してほしいよ。グッドボタンっていいねのこと？ああ、そういうんだね。